森口正幸です。体育学部スポーツ教育学科で S5 ゼミに所属しています。部活動はバレーボールを、していました。よろしくお願いします。進路先は岐阜市役所です。はい、私が大阪大学大学を志望した理由は、オープンキャンパスに行った際にスポーツ心理学の専門のコースがあるということをお聞きして、その時私は高校でプレッシャーにすごく弱くて、それについてとても悩んでいたので、スポーツ心理学を学んで自分の競技に生かしていきたいと考えて志望しました。はい、私が市役所を志望するきっかけは、キャリアの方々や家族からの勧めがきっかけでした。また私は高校時代岐阜市に通学をしていましたので、岐阜市に恩返しをしたいという気持ちや、スポーツや文化活動に力を入れている点を魅力を感じて志望しました。はい、私が就職に関して具体的に考え出したのは2年生の冬頃から考え出しました。また3年生の時期には新型コロナウイルスの影響で休みになることもすごく多かったので、そういった空いた時間から勉強などをするようになりました。はい、私が頑張ったことは継続的に取り組むということです。勉強や面接練習などさまざまな就職活動にはさまざまなことが必要になってくるのですが、そういったことに関して折れずに毎日コツコツとやり続けることを頑張りました。はい、私はバレーボールを通じて培ってきた協調性であったり粘り強さを生かして、岐阜市の今後の発展に貢献していきたいと考えています。部活動を通じて培ってきた力を生かして就職活動を頑張ってください。頑張れ。